1990年の台風のデータ。台風の発生数は29個で、うち日本に上陸したのは6個であった。これは当時としては統計史上最多の記録で、現在でも2004年の10個に次いで2位以の記録である。9月以降の上陸が多く、9月に上陸した19号は極めて強い勢力であったほか、台風20号、台風21号が、 同じようなコースで立て続けに上陸した。また、11月に上陸した28号は、台風としては統計史上最も遅い日時に、日本に上陸した。199001.01W199002.02W199003.03W199004.05W 赤 199005.06W ビシン1 9 9 0 6 0 7 w クラリン1 9 9 0 7 0 8 w デリン1 9 9 0 8 1 0 w 1 9 9 0 9 0 9 w エマン1 9 9 0 1 0 1 1 w 1 9 9 0 1 1 1 2 w 1 9 9 0 1 2 1 3 w カディング1951年の統計開始以降で3番目に 大きな強風域を持つ台風であった。1 9 9 0 1 3 0 1九1 9 9 0 1 4 1 4 w 8月16日にサイパン島の東海上で発生し、22日に四国の南海上から文護水道、佐都崎半島を経て大型で波の勢力を保ったまま、13時頃に広島県広島市付近に上陸した。日本海に抜けた後は、 震度を次第に北東に変え、北海道の西方海上で弱い熱帯低気圧に変わった。この台風の影響で死者6人、負傷者24人、全壊、流出2棟、半壊、一部破損65棟、床上浸水7棟、床下浸水413棟への被害が発生している。199,015.15W8 月24日に、 グアム島の近海で発生した熱帯低気圧が25日に台風になった。台風は31日、大型で強い勢力で沖縄県宮古島を通過して中国大陸に上陸した。この台風は台湾や中国などに被害をもたらして100人以上の犠牲者を出したほか、日本でも死者1人、全壊、流出2棟、半壊。 一部破損ゴムネの被害を発生させた。十九万九千十六点一六 w え、林万九千十七点一八 w ロレン十九万九千十八点一九ワットミリン十九九万千十九点二零ワット農民この年の台風の中では最強の勢力であった。九月十三日にグアム島の南東海上で発生後、勢力を強めながら北西へ進み、 17日には沖縄の近海で中心気圧890ヘクトパスカルの猛烈な勢力になった。その後は北東へ進み、19日20時過ぎに強い勢力で和歌山県白浜町付近に上陸。台風は北陸、東北地方を経て20日12時前に岩手県宮古市付近から三陸沖に進み、温帯低気圧に変わった。 19万 9020.21w をやん9月24日9時にフィリピンの東海上で発生後、発達しながら精神し、27日に沖縄県に接近。その後先の台風19号と同じような進路を取り、9月29日に九州南部をかすめて四国沖を通信。9月30日9時30分に19号と、 同じ和歌山県白浜町付近に上陸した。上陸後は、近畿地方から関東地方にかけて、暴風と大雨をもたらしながら、東海地方へ進み、同日夜に関東地方を通過して9月30日21時に、温帯低気圧に変わった。199,021.22W パイン、九州地方南部を中心に、大雨よる被害が発生した。 死者、行方不明者4人、負傷者25人の人的被害に加え、全壊、流出8棟、半壊、一部破損87棟、床上浸水192棟、床下浸水1465棟などとなっている。199,022.23W199,023.225W 統計開始以降で6番目に大きな強風域を持つ台風であった。 199,024.26W199,025.27W ルーピンフィリピン、ベトナム、中国に大きな被害を出した。199,026.28W199,027.29W ウディング 199,028.30W 19テディング11月22日にマリアナ諸島の南で発生後、西に進み、 27日には、フィリピンの東海上で最盛期を迎え、中心気圧910ミリバールになった。そしてこの頃から震度を北寄りに変えた。29日には、沖縄県の大東島地方を暴風域に巻き込み、12月を目前に控えた30日の14時、大型の勢力で和歌山県白浜町の南に上陸。同日21時に、 東海地方で温帯低気圧に変わった。温帯低気圧は12月1日に日本海に抜け、北海道を通過して日本列島から去った。この台風は1951年以降で日本への上陸が最も遅かった。199,029.31ワット。ありがとうございます。